こんにちは。 5M ちびっこインストラクターの清水です。今回のワンポイントアドバイスはマット運動の開脚前転です。前転をしながら両足を開いて起き上がる技を開脚前転と言います。 5M ではテストで行う技の一つですので、練習の中で正しい形を覚え、スムーズにできるようにしていきましょう。1、足を開くタイミングは、前転と同じように回り始め、両足を開いて座った姿勢で両膝を伸ばします。前転を行い、しっかり起き上がりができてから足を開く方が初めてのお子様には簡単です。2、立ち上がり方は、両手を開いた足の間の床を押し、お尻を浮かします。この立ち上がるときに伸ばした膝が曲がりやすいので注意しましょう。